あと、ゴミ虫のように辛い身を毛嫌いしていたつくし、今はまるで金魚の糞のようで、どっちもムカつきます。マジでたった一生しただけであんなに調子乗られるなんて本当に腹立つ。私はあいつらを思春期とは認めません。私は勝ってカリンポリンと呼んであげたいと思います。ありがとうございます。はい、前回大阪で、ファンブコからね負けてしまったがために、売り言葉に買い言葉ラブリーブチャーズと後楽園ホールでタイトルマッチをすることになったんですけども、今日の様子を見る限り、タッグパートナーが、ね、変わった途端にこうガタガタと崩れちゃうんだね。もちろん私も一緒ってことでね。そうだよ、ね、パートナーがこうだったら、ね、きっと君ももうちょっといい動きができたさ。大阪で終わったタッグパートナーは私なんですけど。試合をしたい。IC クロスインフィニティのベルトをかけて試合をしたい。
したいです。よろしくお願いします。ちなみに5月4日の横浜空いてます？空いてます。5月4日横浜にも IC クロスインフィニティ選手権試合、王者くるみ対挑戦者下野沢子、決